生きな橋は愛媛県上島町の生那島と佐島との間にかかる橋梁。上島家境構想の一環で二番目に着工、完成した。シャバリ橋。二千十一年七月開通。平成二十三年度土木学会、田中賞を受賞した。上島家境の概要。青色と赤色が上島家境。ピンク色は蝶々気構想。緑色の線は、 瀬戸内、島並海道上島河橋の一部を構成し、粋名島と佐島を結んでいる。粋な橋の完成により、先に建設された、湯毛大橋と合わせ、湯毛島、佐島、粋名島の3島が接続された。橋梁部の建設費は41億円、取付道路、島内道路等を含めた、総事業費は77億円である。2004年4月に事業化。 2006年3月に飛行式が行われ、2007年7月に着工した。後期は予定を超えて3年半の長期に及び、2010年12月28日に、竣工、開通は2011年2月6日となった。建設コスト縮減のため、主都に鉄筋コンクリートを用い、中央景観に PC 桁と鋼桁の両方を用いている。 中央警官に PC ゲタと鋼ゲタの両方を用いるシャバリ橋は日本で初めてである。橋長515メートル。有効幅員7.5メートル。歩道や路肩を除いた車道幅は4メートルの一車線道路であり、普通車同士の離合はできるが、大型車とは橋中央部の退避所で離合するとしている。通行量は無料である。橋中央部の退避所。 ありがとうございます。